9月9日にさ、僕だけさ、ちょっと統一教会のさ、製薬ビルっていうあの東新宿にあるさ、本部とはまた別なんだけど、危なそうなところあったじゃん。郵便受けからしてさ、もういかにも全部統一教会の、ね、どう見てもね、統一教会完全丸ごとビルみたいなのあったじゃん。友好団体と家庭連合は別ですとか言ってさ言ったりとかさ、あれダミー組織なんだよね。だからさ、あそこにさ行ってさ、毎回こう怒鳴りつけるのもちょっと疲れちゃったからさ、なんかにこやかにさピンポーンとか押してさ、あなたは統一教会ですかとか言ってさ片っ端から聞いてもらおうかな統一教会じゃないんですかとか言ってさ、違いますよって言ったらさ、統一教会迷惑ですよねとか言って、面白い企画だね。怒鳴りつけるのもね、こっちもねメンタル削られるからね。まあにこやかに、あなた統一教会ですか、出入りする人にも統一教会ですかただそれだけのことをやろうかな。いいんじゃない、神は立てとこの、神カメラ、そうカメラ持ってね、そんな苦労までしてね、YouTube に動画上げるのが目的だからね嘘社会制限のためよ、はい、まあ、そんなことをちょっと思いつきでね、あんまり危ないことばかりやってるとね、本当に危ないからね、あそこはちょっとね、ホームビルよりちょっと危なさそうだね。でも誰かがね、ちょっとそういうことをやらなければいけないような気がして、ついね、やってしまうんですけど、TV さんはね、ちょっと安全なところでね、はい、まあそれだけのちょっと思いつきの話でした、ね、TV さん今回聞き役ということで、はい、じゃあポーズをお願いします。あそこぐらいにまた TV チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。じゃあ、おー。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。